ふわふわでマックスさんのクリスマスソング一緒にでした。ありがとうございました。さあ皆さんどうぞ前の方へ。そしてクロちゃんさんです、はい、よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。ふわふわもエースも前の方に来て。はい、じゃあはるかちゃんタイトルコールの方行きましょうかね。はるかちゃんがいないのかな。あれ、いなくなりましたね。はい、じゃあタイトルコールはじゃあ誰で行きましょうか。あんちゃん、はい、あ、来た来た来た、いますね。はい、来てますよ、はい、来てますよ。お願いします。はい、前の方に来てくださいね。はい、じゃあ、あんちゃん行きましょう。はい、じゃあ会場の皆さん、そして視聴者の皆さん、行きますよ。せーの。原宿駅前ステージイェーイ、はい、クリスマススペシャルでございます。クリスマススペシャル、今日も生放送でお届けしておりますが。はい、さあ、クロちゃん。はい。もうあのね、安田大サーカスとも大復活ということで、ヒロさんね。ありがとうございます。昨日ヒロくんも復活しました、ね、ありがとうございます。もうおめでたいことだらけですが、今週日曜日はもうね、はい、この次の日曜日、クリスマスイブということで、もう皆さんのね、衣装もそうですが、今日はクリスマススペシャルなので、ちょっとじゃあ早いですけど、メリークリスマス行きましょうか。はい。さあ、それでは皆さんで行きましょう。メリークリスマス、メリークリスマス。はい、もうね、もう街はもうメリークリスマス一色でございますが、はい、今日はですね、もう見てください、原宿駅前ステージのお客さん、女性のお客さんが多いですよね。いや、そうなんですよね、本当に。今日初めて来る方いると思うんです、すごいこの距離どうしていいのかわからないみたいな顔をされてますが、はいはい、なんとリードの皆さんが、この原宿駅前ステージ初登場ということで、あ、だからなんですね。そうなんです、視聴者の皆さんもお楽しみにしていてください。そして今日は年末ということで、うん、あの方が、なんと、あのコーナーをしてくれるというスペシャルゲスト来ております。お、さあ、それではクロちゃんさん行きましょう、はい。最初のコーナーお願いします。はい、それでは行きましょう。ゲッターズ飯田監修、2018年ですね。2018年原宿駅前パーティーズ運勢ランキング、よいしょ、イェイ。さあ、ということで、もうゲッターズさんがわざわざ来てくれて、はいはい、今日皆さんの運勢全員見てくれるということで、いやー、これ緊張しますね。そうですね、本当に。さあ、それではお呼びしましょうか。はい。それではゲッターズ飯田さんです、どうぞ。どうぞどうぞ前の方から。あー、本物でございます。どうぞどうぞどうぞ。来てくれました、ありがとうございます。よろしくお願いします。ゲッターズ飯田さんでーす。あれ、クロちゃんさんどうしました、それ。はい、何ですか。何ですか、その仮面。いや、同じ感じで、はい、瓜二つということで。皆さん、いや大丈夫です、はい、全国がこの会場と同じ空気になってるのが分かりましたんで。いや、おかしいでしょ。じゃあ外しますよ、ちょっと。いやいやいや、言われた通りだわ、本当に。いや、もうゲッターさん、はい、よろしくお願いします。お願いします。ねえ、お願いします。クロちゃんさんが、はい、今つけてましたけど、これ他の芸人さんがつけてもこの空気になるんですか。だいたいほぼ 100% 滑る。なんなの本当に。 100% 滑るのつけらされて、なんなの本当に。いや、もう年末ということで、もうね、はい、ゲッターさんがいる、もう全員見てくれたんですよね、運勢を。全員占いまして。いや、すごい、これすごいですよ。ちょっと大緊張ではございますが、はい、僕もともと大学が、あの、先輩なんですよ、ゲッターズ飯田さんが。そうなんですよ、ユッキーさんの。はい。で、いろいろとね、まあ、愛知県の大学行ってましたけど、はい、まさかこんなね、占い師になってこんなに大フィーバーするとは。大フィーバー、びっくりなんですけども、まあ、前に僕も見てもらった時に、はい、4月ぐらいに見てもらったんですけど、6月からユッキーは、俳優、役者の仕事来るよって言われて、いや、俺ないですよって言ったら、うん、6月の1日に映画が3本決まったんですよ。すごくないですか、そういうのがあって、何やってるんですかっていうのもあるので、はい、これ本当にゲッターさん今日いろんな方見てくれますんで、パーティーズ。うん、ぜひね、いや、今日、楽しみですね。キリちゃんどうですか、今から見てもらいますけども。楽しみです。ねえ。なんか、あんちゃん緊張してる雰囲気ですけど、いや、なんか、いい運勢だといいなと思ってたよね。まあね、震えてるじゃんか、ちょっと。来年に向けての2018を見てもらいますからね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、さあ、それでは、まず全員のランキングをつけてもらいましたが、こちらをご覧いただきましょう。ズドン。さあ、画面上に出ました。こちらのですね、全員のランキングを、さあさあ、今回は1位から5位は大吉、6位から10位は吉、11位から15位は凶、16位から20位最下位までは大凶とランキングしていただきました。これ全員ね、どうでしたか、見て。やっぱバラバラのなんかいろいろ段差というかありました、環境というか。うん、本当にガチでランキングつけてますんで、はい、はい、下の方はマジでヤバいと思います。待って、これ本当にみんなへこんだりするからね、本当に。だってもうゲタさんは 5万人以上ですか、今何人ぐらい見られてます。5万5千人ぐらい見てます。ですよね、5万5千。その中でのデータでマジでヤバいというこの大凶の一番下の方はみたいな。でも1位、上位は本当に2018
突然仕事来るとか、お売れる可能性もあると思います。いや、いいですよ。はい、ちなみに、クロちゃんさんどうですか、はい、僕来年。そうですか、はい。クロちゃん、2018年、はい、急に仕事増えます。おお、えただでさえね、2017たくさんドッキリ食らってるのに。いや、ドッキリばっかりだから、本当に。本当ですか、あと、はい。モテ期が始まります。モテ期、え、待って、あ、すいません、パーティーする皆さん、ヒーってやめてください。おかしくない、本当に会場の皆さんもヒーってやめてください。女性の反応リアルだからやめてよ、本当に。いや、でもね、詳しくね、聞きたいところですが、はい、今日はまずパーティーということなので、そうですね、では、まずは、こちら 1位から5位は後ほどね、発表ということなので、はい、まずは6位から10位の基地ブロック、お、こちらに当てはまった方々を一気に発表していきたいと思います。誰だろう。それではご覧いただきましょう。まずは6位から10位、基地ブロックに当たった方、この方々です。どうぞ。さあ、出ました。6位、鈴木ひとみ、そして遠藤美優、中野あゆみ、染野里奈、伊藤きりとなりました。呼ばれた方、はい、書いてある方、前の方へどうぞ。さあ、さあ、ちょっと3人はね、書いてないのは、はい、3人はちょっと今日、お休みでございますので、はい、その中からエースのね、きりちゃんと、はい、里奈ちゃん選ばれました。どうですか。まあ、じゃあ一人ずつちょっと、じゃあね、こちらまずキリちゃんが10位ということでございます。はいはい、じゃあケッターさん行きましょうか。伊藤さんですよね。はい、はい、伊藤キリでございます。ちょっと負けず嫌いなのと、はい、頑張り屋さんなんですが、根っからおっちょこちょいなので、はい、抱き走る癖が出やすいところと、はい、運気的にはまあここですが、2018年は新しい仕事が増えるとか、おお、前には進むときなので沈んでるわけではないので、はい、大丈夫だと思います。おー、いいですね。そしてよかった、キリちゃんいいですね。よかったですよ。2018、あんな20位とかになっちゃったらどうしようと。確かに僕ら的にもこのブロックはシャキシャキ行きたいなって感じはあります。大丈夫ですよね。はい、全然いいです。そして染野里奈ちゃん9位でございます。はい、ゲッターさん、染野さん心まっすぐなので、はい、自分がこれが正しいと思ったらまっすぐ行くんですが、はい、いかんせん喋りが下手くそと。やめてください。営業妨害ですよ、生放送で。やめてください。本当に喋るのちょっと下手だって言われてるの。やめてください。大丈夫ですか。大丈夫です。存在感ありますか。染野来てますか。今日染野来てません。2018年上半期、はい、次の目標、自分がこうなりたい、こうしようっていうのをちゃんと決めていくと流れに乗ってきますので、ありがとうございます。いいですね、お二人いいですよ。まあ今日ちょっとじゃあ休演ではございますが、はいはい、8位7位6位の中野あゆみちゃんからちょっと一言ずつもらっていいですか。はい、すいません。中野さんがね、この子真面目なのに土台が適当なので。すげー、当たってる、当たってる、当たってますよ、当たってますよって俺が言ってもあれですけど。中野さん8位の理由はね、ちょっと肌荒れをするとか、あ、もうちょっとしたことを直していけば、ね、寝不足、なるほど。そして7位が遠藤美優。遠藤さん、遠藤さんが、どこだ、遠藤さんが2018年は新しい流れにも入るんですが、はい、この人ほぼ勘だけで生きてるので。勘だけですか。あ、結構頑張り屋さんだと思うんだけど、べしべし勘で。いや、確かにべしべし言ってますわ。いや、べしべしね、コーナーで感覚的なものは、まあまあ、もうちょっと経つとバシッとはまってくるんで。なるほど。その勘がバッチリ当たってないっていうところです。確かにそう思いますよね。クロちゃんどうですか。はい、そうですね、感覚できてる感じはすごくしますよね。確かにいつもね、クロちゃんコーナーでも絡んでますし、はい、そして6位が鈴木ひとみ。鈴木さんどうでしょうか。鈴木さんはどこだったかな。鈴木ひとみですね。あ、鈴木さん、はい、あ、鈴木さんこの方頭非常にいいので、お、物事ちゃんと考えて、いくタイプなんですが、2018年はちょっとね、仕事のやる気がないんです、はい、ないんですか。やばいな、やる気がないんだ。なんとなくやる、ちょっとじゃあ本人が気をつけてということで。ただね、楽しむと運が味方するっていう流れに入る。なるほど、いいですね。楽しんでいただければ大丈夫ですね。まあ、一人一人ね、もう行っていきたいんですけども、はい、時間もあれなんで、皆さん後からね、またね、いろいろ詳しい話も聞いてください。はい、はい、ありがとうございます。次のメンバーでございました。はい、今日救援のメンバーにはクロちゃんがきちんと伝えますので、あ、お願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、続いては今日のメンバーですね。今日ブロック11位から15位のメンバー、さあ後ろのパーティーズメンバー緊張してくださいよ。これ11位から15位、今日に入ったメンバーこちらです。どうぞ。さあ、牧野、伊藤、金志、どうぞ前の方へ。前の方へ来てくださいね。そして塚田、そして横田が入りましたね。前の方へどうぞ。前の方へ来てください。11位から15位の皆さんです。さあ、はい、ゲッターさん、まずは15位の横田さん、いかがでしょう。横田さん、はい、横田さん、横田さん、もともとかなりマイペースなタイプなので、うん、ひょうひょう淡々と生きるんですが、横田さんベースがアホなんですね。ベースがアホなの。
いやアホっぽいよ今大丈夫2018年は、前半と後半で運気の流れが変わってくるんで、うん、本当年末になってくると運気は上がってくるので。なるほど、いいですね。もうそれを目標にね、はい、さあそして14位が塚田桃香ちゃん、どうでしょう、はい、飯田さん。塚田さんが、あ、塚田さんはね、ここもかなりマイペースなタイプなんですが、はい、心がおばあちゃんなんです、ね、心がおばあちゃんいいですよ、ポタポタ焼きみたいな雰囲気いいですよ。なんかね、すごい無邪気な感じをしながら、はい、うん、心だけすごい冷静でいるので。なるほど、かなり落ち着いたタイプ。いいですね。じゃあ桃香ちゃん、明日から芸名を心がおばあちゃんに変えてください。いやいや、ユリアンレトリバーみたいな感じ。いや、びっくりするでしょみんながさあ13位が金子さなちゃん、金子さんです、はい、どうでしょうか。金子さん、あ、金子さんがですね、うん、はい、あ、金子さん、しです、金子さんですか、はい、情報収集が好きでいろんなことやりたがるタイプなんですが、この子、ちょっとだいぶ変わり者なので、はい、だから、ね、変わり者、もう根っからなんか人と同じことは常にしたくないっていう。なるほど。真似する。サナどうですか、キーそう言われて。でもそうわかるかもしれないです。なんか真似するのとかあんま好きじゃないです。ああ、いいですね。あと部屋に、ね、ガラクタと無駄なものが集まります。ガラクタと無駄なもの。部屋綺麗サナ。あ、部屋綺麗ですよ。ああ、じゃあね、部屋を綺麗にしてから運勢も来ますからね。言われてちょっと焦るみたいなのありますけども。さあ、そして12が伊藤小春ちゃん。はい、伊藤さん、伊藤さんが、ごめんなさい、どこだ。伊藤さんね、ドキドキしてますよね、それね。違う、あ、伊藤さん。あ、伊藤さん、品格と礼儀正しい星を持ってるので、めっちゃ褒められてる。きっちりしてるんですが、はい、人の話を全然聞かないので。聞かないの？どうです、クロちゃんどうですか、それは。確かにね、自分が喋りたいことガンガン喋る感じはしますよね。なるほど、そういう子を注意したらまたガンガンいいと、18年も、はい、ちゃんと人の話聞きます。度胸あるので2018年は新しいことにチャレンジすると、なんか道が開いたりするので。いや、いいですね。さあ、そして最後が牧野マリン、11位、はい、11位、微妙ですね。牧野さん、微妙。牧野さん行動力あるのと、本来自分らしいことが2018年から始まるんですが、おお、はい、せっかちなのね。あ、なるほど。ほぼね、言ったことすぐ忘れるのと。忘れるの？言ったこと、鳩みたいですね。もう散歩歩いたら忘れるみたいな。忘れちゃいますね。同じ話を繰り返しやすいところが。なるほどね。どうですか、同じ話繰り返しやすい。そうですかね。そう、メンバーね。せっかち、あの、本当にせっかちなんですよ。せっかちは確かです。下半身めっちゃ太りやすいんで、崩す。やだー。はい、ありがとうございました。気をつけてください。以上、こちら、今日のメンバーでございました。ありがとうございました。下半身ダイエット、素晴らしいですね。いや、飯田さん、また後半もよろしくお願いします。はい、ということで、運勢ランキングは後半へ続きます。クロちゃん、飯田さん、ありがとうございました。そして、パーティーズメンバーもありがとうございました。